Hi, this is Michael from iPlayBase Vita, and now we're going to have a look at Mobile Suit Gundam Extreme vs. Force on the PlayStation Vita. やれるとは言えない。けどやるしかないんだ。 そこか。 僕は自分のできることをやるだけだ。落ちろ。落とす。そこ。妙だ。いや、敵は近い。ザビ系の復讐、今こそ果たさん。 落ちろ。落ちろ。そこが出てくるのがいけないんだ。落とす。勝てたのか。
ッションから大成功なんてやるじゃん。お疲れ様でした。無事リンクが結ばれたことを確認できました。本音を言えば少し心配だったのですが、そんな必要はなかったようですね。十分な成果です。そうそう、この調子でリンクを結んでいけばすぐに人類進化の方法だって見つかるよ。それにリンクが結ばれたってことは舞台を今よりも強くできるわけだしね。そういえばあなたにはまだ説明していませんでしたね。リンクを結んだパイロットや機体のデータはターミナル上で複製することが可能なんです。だから今後は味方として部隊に編成した状態でダイブすることができるようになりますよ。要はリンクを結べば結ぶほど部隊をもっと自由に編成できるようになるってわけ。と言っても歴史に欠かせない人物もいるし、何でも好きにできるってわけじゃないけどね。今後はさらに過酷な戦場に挑んでもらう可能性もあります。ミッション成功のためにも部隊の編成はよく考えてくださいね。この調子でどんどん行っちゃうよ。部隊の仲間が増えたみたい。乗っている機体もすごいよ。見て見て。これまでいなかった人物が部隊に編成できるようになったんだって。部隊の仲間が増えたみたい。乗っている機体もすごいよ。見て見て。これまでいなかった人物が部隊に編成できるようになったんだって。これまでいなかった人物が部隊に編成できるようになったんだって。新しい機体が手に入ったみたいだよ。やったね。部隊の仲間が増えたみたい。乗っている機体もすごいよ。これまでいなかった人物が部隊に編成でき、部隊の仲間が増えたみたい。乗っている機体もすごいよ。これまでいなかった人物が部隊に編成できるよ。部隊の仲間が増えたみたい。乗っている、これまでいなかった人物が部隊に編成で、部隊の仲間が増えたみたい。これまでいなかった人物が部隊の仲間が増えたみたい。乗っている行けなかったところに行けるようになったみたい。僕だって自信があってやるわけじゃないのに。アムル、気を抜くなよ。
第一小隊が敵を撃墜したか。その調子で今後とも頼む。キャッチした。ああ落とす。落ちろ。僕は自分のできることをやる。いけ。敵モビルスーツに取り憑かれた。落ちろ。赤いアムレットもらう。お前には船を守る義務があるんだぞ。破壊させてもらう。第一小隊が敵機を撃墜したか。その調子で今後とも頼む。ミッション開始だ。ターゲットはヤツだ。キャッチした。落とす。落ちろ。落とす。敵艦の損害はこちらはどうだ。アムロ落ちろ。えい。敵艦への損害が大きい。そこだ。落とす。その調子だ。させんか。えい。まだいるのか。第一小隊が敵機を撃墜したか。その調子で今後とも頼む。第一小隊が敵機を撃墜。敵艦大破。落とす。気を抜くなよ。第一小隊の存在が敵モビルスーツに取り憑かれた。アムレ、させ、各員、状況確認を行え。済み次第起動する。圧倒的じゃないか。戦闘終了。みんな無事だな。諸君の活躍に期待する。戦闘を開始する。
そ、いけい、くらえ。甘い、くそ、大正体が敵機を撃墜したな。いいぞ、志のない者に敗れるはずがない。第二小隊が敵機を撃墜したな。いいぞ。くそ。第一小隊が敵機を撃墜したな。その調子で今後とも頼む。見つけたぞ。くらえ。捕捉した。うん。見つけたぞ。外。くらえ！くそ！なる！くそ！うおー！と！外！母艦が無事なのはいい。しかし、戦場で何もしないわけにはいかない。くらえ！第一小隊の損害が増加中だ。注意してくれ。死ねえ。くそ、第二小隊の損害が増加しているぞ。これ以上やらせるな。甘い、いけ、危ないところ。オルディックス、そこ、えい、甘い、くらえ。第二小隊が敵機を撃墜したな。作戦成功。よくやってくれた。テレノ、あなたまた操作を間違えましたね。まったく落ち着きがないんですから。もういいじゃん、結果的にはうまくいったんだから。アイレってばいつも細かすぎだよね。君もそう思うでしょ。いい機会なのであなたにも伝えておきますが、あまりテレノを甘やかしてはダメですよ。私たちのミスはダイブするあなたの危険にもつながるんです。ほら、テレノはまずナビとしての基本から復習。心得その1、常に不測の事態を考慮するべし。その2、やば、アイレがお説教モードに入っちゃった。誰か助けて。新しいダイブ先を発見しました。
かな。ファイト！応援してるからね。練習ばかりの部門の家とそしる輩もおるのだ。この恥は注がねばならん。すまんな。させるか。やれ。よく見ておくのだな。実戦というのはドラマのように格好の良いものではない。共に戦争をする気があるのか。そうだった。許せよな。戦場ならよくあることだ。武器なのは、しかし戦場で何もしないわけにはいかない。そうだった。すまんな。第一将軍が敵を撃墜したか。そしてその後の急も満足に受けられない。モビルスーツに取り憑かれたか。それで隠れたつもりというか。させるか。もらった。母艦が無事なのは、しかし戦場で何もしないわけにはいかない。弾薬尽きたと。させるか。邪魔だ。残弾はないだと。第一小隊が予定を制圧か。第三小隊が敵機を撃墜したようだ。このまま押し切れるといいが。母艦が無事なのはいい。しかし戦場で何もしないわけにはいかないが。第二小隊の損害が増加しているぞ。これ以上やらせるな。第三小隊が敵機を撃墜。第一小隊が拠点を制圧か。時が流れていくだけの暮らしに耐えられなくなった地球人が戦乱。当たれ。母艦が無事なのか。第一小隊が敵機を撃墜したか。その調子で今後とも頼む。第三小隊の損害が増えている。させるか。大丈夫なのか。第一小隊の損害が増加中だ。注意してくれ。もらった。第二小隊が敵機を撃墜したな。危ないところ。邪魔だ。感謝する。やるな。当たれ。はげおのーれ。邪魔だ。動きが単調だ。母艦が無事なのだ。しかし戦場で何もしないわけにはいかないが。落とす。
戦いを止める唯一無二の方法は戦う相手を殲滅することだ。作戦成功。よくやってくれた。舞台に編成できるようになりました。おめでとうございます。ダイブポイントオープン。